はい、皆さんこんにちは、シュナタンです。今回はですね、ちょっと久しぶりにピンタレストの再現コーデをやっていきました。今回は海外ガールの夏コーデを再現していくという企画になっております。私の最近の気分をギュッと詰め込んだルックブックになっていますので、よかったらぜひ最後までご覧ください。ということで、まず1コーデ目はこちらのコーディネートを再現していきたいと思います。ふわっとしたワンピースにデニムを合わせるっていう、このバランスがすごい私は大好きで、ガーリーなんだけどガーリーすぎなくって、カジュアルさもあって、本気らしいコーディネートになっております。このワンピのホワイトカラーとデニムの淡いブルーがすごく爽やかで、とても夏らしいコーディネートになっております。で、スニーカーにイエローのカラーを持ってきて、そこが差し色になってるのがとても可愛いなって思いました。では続いて2コーデ目を組んでいきたいと思います。2コーデ目はこのチビティミニティにハーフパンツを合わせるっていうコーディネートなんですけど、なんかハーフパンツってどうしてもなんか少年っぽくなっちゃったりとか、ちょっと男の子っぽいようなコーディネートになりがちだと思うんですけど、それにこのウエスタンブーツを合わせるっていうのがすごく可愛くて、ちゃんとこう大人っぽさもあるハーフパンツコーデだと思うので、このコーデそこがとっても可愛いなって思いました。で、今季ミニティがすごく気になってて、私も何着かゲットしてるんですけど、これもイエローカラー差し色になってて、あとはもうブラックでシンプルにまとめてあるので、色物の T シャツとかすごいこんな感じで合わせても可愛いなって思いました。では続いて3コーデ目を組んでいきたいと思います。3コーデ目は結構なんかラフな感じ、部屋着っぽいような感じなんですけど、夏ってやっぱりこういうコーディネートがすごく楽だと思うので、なんかまあお散歩行くとか、ちょっと海行くとか、なんかそういう時に着れそうなコーディネートかなと思います。このトランクスも結構何回か動画でも言ってると思うんですけど、すごくトレンドなアイテムなので、なんかこのコーデもすごくラフなんですけど、なんかすごいバランスが可愛くて、私はとっても気に入りました。で、結構プリントの T シャツとかってちょっとコーディネートが子供っぽくなっちゃったりとか、一回着るとなかなかもう一回着れなかったりとかっていうのあると思うんですけど、トランクスとかと合わせてあげてもすごい可愛いなって思ったので、なんかコーディネートマンネリ化しちゃってるなっていう方とかにもすごくおすすめな合わせ方だなっていうふうに思います。では続いて4コーデ目を組んでいきたいと思います。このコーデはもうほんと結構シンプルな感じなんですけど、今季トレンドのロングスカートに、今回もミニティですね、ミニティ合わせて、でもメッセンジャーバッグ、おっきめのショルダーバッグをかけてるんですけど、私ちょっとこのホワイトのおっきめのバッグがなかったので、私はまあミニサイズなんですけど、こういったメッセンジャーバッグとかもすごく今年らしいアイテムなので、まあなんか空張り何色か持っておいてもすごく使えると思います。あとやっぱ荷物がたくさん入るのですごく便利ですよね。夏ってやっぱ扇風機だったりとか汗拭きシートとか、なんか結構私荷物が多くなっちゃうので、こういったおっきめのバッグとかは特に夏は使えるなって思います。では続いて5コーデ目はこちらを組んでいきたいと思います。このコーデ私すごい可愛いなって思って、こういうシンプルなキャミソールって1枚で着たり、アウターを羽織ったり、キャミワンピとかレイヤードしてみたりとかっていうのは結構みんなやってるようなコーディネートかなと思うんですけど、このミニティになんかビスチェみたいな感じで合わせるっていうのが、私的にはちょっと斬新な感じがしてとても可愛いなと思って、こちらのコーディネートを選びました。一個一個で見るととってもシンプルなアイテムばっかりなんですけど、なんかこの組み合わせがとってもおしゃれ上級者さんな感じしないですか。あとはこのやっぱトップスとボトムのバランスもすごい可愛いですよね。モノトーンのコーディネートなのでとっても挑戦しやすいコーディネートだと思います。では続きまして6コーデ目はこちらを組んでいきたいと思います。このコーデはもうほんとトレンドコーデっていう感じですかね。とりあえずトレンドを抑えておきたいっていう方は、このレーススカートがマジで今年の夏は使えると思います。こういったキャミソールに合わせても可愛いですし、普通に T シャツとか合わせても可愛いし、なんかスポーティーなユニフォームとかとも合わせられるし、シャツとかでも可愛いし、本当にいろんなコーディネートが組めるアイテムです。私このスカートは ZOZO ユーズド ZOZO のヴィンテージの方で買ったんですけど、なんか昔こういったレースのスカートって一回流行ったような気がするんですよ。まあ、なのでなんかヴィンテージとかで探すと結構可愛いものが見つかるんじゃないかなって思います。ピンタレスト見ててもこの合わせをしてる方がめちゃくちゃ多くて、やっぱりトレンドなコーディネートなんだなって思うので、ぜひ皆さんもやってみてください。では次7コーデ目はこちらのコーディネートを組んでいきたいと思います。このコーディネートはすごくシンプルではあるんですけど、私こう最近この T シャツをゲットしたんですよ。リアリゼーションパーっていうところの T シャツなんですけど、これがずっと気になっていて、私もピンタレストで見つけたんですけど、ついにゲットしたので、こちらのコーディネートちょっと組んでいこうかなって思いました。私まあ普段からデニムパンツ履くは履くんですけど、こういうカラ
物のパンツをあんまり履かないんですよ。普段はブルーが断然に多いので、こういったなんかベージュパンツとかあんまり履いてなかったんですけど、やっぱり可愛いですね、この合わせ方も。まあ、ブルーもブルーで可愛いんだけど、ちょっとカラー物のパンツとか持ってきてあげると、またいつもと雰囲気が変わって、新しい感じでコーディネート組めると思うので、これもマンネリ化しちゃってる方はぜひやってみてほしいなって思います。では、続いて8コーデ目を組んでいきたいと思います。このコーディネートはちょっと T シャツなんですけど、なんかガーリーさがあって、すごい私は可愛いなって思いました。このちょっとオーバーな真っ白な T シャツに、ミニスカート合わせて、それにブーツで、T シャツはカジュアルなんだけど、他でちょっと可愛らしさを取り入れて、すごくバランスよく女性らしいコーディネートで、とても可愛くないですか、このコーデ。でもアイテムはすごくシンプルなので、結構なんか自分の持ってるお洋服でも再現しやすいのかなっていう風に思います。こういう真っ白なオーバーティーっていうのもすごく使えるので、なんかレイヤードにも使えるし、こうやって1枚で着ても可愛いし、まあ、夏はやっぱマストで持っておきたいアイテムかなって思います。では続きまして9コーデ目を組んでいきたいと思います。こっからちょっとこのデニムのハーフパンツをめちゃくちゃ着回していくんですけど、やっぱ今季このデニムのハーフパンツがすごく海外でも使ってる方が多くて、で結構しかもローライズ気味のダボっとしたパンツっていうのがすごくたくさん見かけたので、一着持っておくとすごく使えると思います。でこのコーデは結構シンプルではあるんですけど、足元がローファーになっているので、ちょっとフォーマルというかカジュアルすぎなくって、そここのバランスが私はとても好きです。あと髪の毛も今回クリップで留めてみたんですけど、クリップって結構こう綺麗めな感じの印象が私的にはあって、ちょっとワイルドな感じのコーディネートにあえてこのヘアクリップを使ってあげることで、こうミックスコーデができて、とっても海外っぽいコーディネートが組めると思います。では続いて10コーデ目組んでいきたいと思います。これもタンクトップにハーフパンツっていう感じなんですけど、このトップスがボディースーツになっていて、やっぱボディースーツってローライズのパンツとかと合わせた時にすごいこの腰のあたりがチラッと見えるので、それがすごい可愛いんですよね。なんか普通にタンクトップでも可愛いけど、やっぱりこういったちょっとデザインが入ってるトップスとかを持ってきてあげることでシンプルになりすぎないし、やっぱボディースーツって結構海外っぽいアイテムだと思うので、海外系のコーディネートが好きな方はこういったボディースーツも割とチェックしておきたいアイテムかなっていう風に思います。やっぱ去年ぐらいからこのアディダスのサンバを履いてる方がめちゃくちゃ多いです。ピンタレスとか見ててももうほんとみんな履いてるので、結構ね今人気になっちゃってて入手困難だと思うんですけど、めちゃくちゃ使えるシューズなので持っておきたいアイテムかなって思います。では続きまして11コーデ目を組んでいきたいと思います。私このコーデすっごいドタイプで、最近この赤のウエスタンブーツ私もゲットしたんですけど、赤のブーツってやっぱ可愛い。ちょっと攻めた感じもあるけど、でも意外と使いやすくって私は最近めちゃくちゃ履いてます。でこのコーディネートシャツをこうやって斜め掛けしてると思うんですけど、おしゃれっていう面でもすごく使えるし、意外と防寒にも使えるので、すごい一石二鳥だなって思います。やっぱ夏ってどうしても店内とか冷房が効きすぎてたりすると冷えたりするじゃないですか。そういう時にこういったシャツとかがあるとパッて羽織れたりするので、すごくこう実用性もあるアイテムなので、このコーデ私個人的に今回のルックブックで一番好きなコーディネートかも。では続いてラスト12コーデ目を組んでいきたいと思います。このコーディネートもハーフパンツを使っているんですけど、今回ベストを使ったコーディネートになってて、ベストってやっぱスーツとかで使われる印象があると思うので、綺麗めな感じのアイテムではあると思うんですけど、それにあえてこのローライズのめっちゃダボっとしたパンツを合わせるっていうザ海外な感じがめちゃくちゃ可愛くて、これもすごく気に入ってるコーディネートです。ウエストコートもすごくトレンドなアイテムで、去年ぐらいからかな、結構これを使ったコーディネート見たりするんですよ。今まで割とスラックスと合わせたりとか、ちょっと綺麗めなコーディネートが多かったんですけど、デニムパンツとかと合わせてカジュアルに着てあげるのもまたアップデートされて可愛いなって思いました。はい、ということでこんな感じで海外の夏コーデを12コーデ再現してみました。すごい再現コーデとても人気な企画なんですけど、最近ちょっとやれていなかったので久しぶりにできてよかったかなって思います。もうほんとピンタレストはマジで可愛いコーディネートがもう溢れていて、ずっと見てても見飽きないので、ぜひ皆さんも使ってみてください。はい、というわけで最後まで見てくれてありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録と通知ボタンもぜひ使ってみてください。ではバイバーイ。Didn't know this could be real. Makes no sense, just what I feel. New sensations. Kissing under summer moon. Crashing waves in Malibu. No limitations.